こんばんは、いらっしゃいませ。どうもどうも、もう寝るところです。眉毛綺麗やね、やって、やったー、イエーイ。インスタ見たよ。あ、ありがとうございます。撮り方によってめちゃくちゃ長く見えましたね。うん、すごい、あれはママのおかげ。めっちゃ良かった、嬉しい、ありがとう。やったやったいいねして、コメントもして、待ってます、お願いします。あと私が今日ツイートしたやつもリツイートしてください、お願いします。って言ってもしない、知ってんだ私知ってるから本当。明日はだからインスタの別カットバージョンをツイッターに載せようと思います。おはようって、おはようってやるから、それも見てね。やっち最近おしゃれになったよね。だって、え、マジ、ほんまに、え、そんなつもりござんせん、気が向いたらします、しろ気が向いたらしますはいらん、した、ありがとうございます。広角レンズで撮るといいらしい。へえ、そうなんや。いっぱい撮ったんだ写真。スマホで撮ったよ。そうそう、元からおしゃれ。そうかな、おしゃれかな。服最近何、何がおしゃれ最近、なんだろう、ひらひらの服着てたりなっちゃう、どこへ行った。そう、ひらひらの服ももちろん着るし、ああいうのも着れちゃうっていう、最強最強。あ、あ、すみません、すみませんじゃねえわこらラフな格好もよかった。あ、どうもありがとうございます。そうそうそう、あれ普段着でも使えそうだし、あとは今日はそれをね稽古場でも着ましたね。あの服は、うん、ズボンも初めてちゃんと写真撮ったかも。レアです、レア。そうそう、なんだっけ、さ、今日あげたツイッターの写真全部黒い長袖着てると思うんだけど、そう、それとインスタに載せた服は一緒です。稽古場ね、ちょっと寒いよ。だからね、この間半袖で行って失敗したから、これから長袖で行こうと思う。お、片源さん、すごい、ねえねえ、怪しいよ、猫、え、どういうこと、猫がこんなになってる、大丈夫。アジサイありがとう。ありがとうございます。パンレベルが上がったっておめでとう。お、しかも10、33人、リナッチ応援隊になりました。イエイ。山ちゃん、ホタル、ありがとうございます。ありがとう。クーラーガンガンなん、ガンガンでもないんだけど、あと換気扇、換気のでガーって回してるのとかもあって、なんかね、で私の今稽古場でスタンバイしてる位置が完全に悪いの、クーラーガン当たりのところにいてさ。そうだから長袖を明日も着て持っていこう
セクシー路線で行きたいの？だからそのアバターなの？あ、アバターといえば提出しました。あの、無事書き終えて背景投資もできて、だからあとは審査が通ることを願うばかりです。博多の山さん、ファンレベルが上がりました。だってイエーイ、パチパチパチ、おめでとう、ありがとう。受理されますように。それな、受理いいね。ジャッジくんありがとう、いいね。山ちゃん、ホタルありがとう。どっかの大阪のアイドルのレッスンジョーム、空気やら冷房、冷暖房いまいちって誰か言ってたな。あ、そうやったっけ。まあ大阪のアイドルのレッスン場、私がおったところやったら、まあ空気は良くないね。うん、なんかもうあかん匂いがするでも他の人は半袖だったよね。寒がりだっけ。え、半袖だったみんな。え、女子たちは長袖着てなかった。だから女子たちがいる方がめちゃくちゃ、たまたま座った方がクーラーガン当たりの方だったんだよ。で、私だけかな。あ、でもまさにこんなん着てた。え、もう絶対こんなん着れないもん、寒くて無理無理。山ちゃん、なんだこれ、ね、なんて言ったらいい。もうアメジストってことにするか。いや、ジュエリー、キラキラありがとう、ありがとう、ありがとう。今度のアバターは何色でしょうか、お楽しみに。あ、なんとかさんが言ってましたか。あ、なるほど。え、じゃあ地下じゃなくてさ、別の方のレッスン場の方のこと言ってるよね。うん、あ、でも確かに劇場の反省会とかする部屋とか教養部とかは確かに異常なほどに寒い時もあれば、ムワムワしてる時もあるし、はあ、確かにダメだわあ、すごい、バラじゃないわ、バラじゃないよ、アジサイだよ。パー、ありがとう、カネシャン、ありがとうございます。どうもどうも、かわいいね、アジサイ。お風呂上がりのように澄み切ったお肌ですね。お、お、さっき気が向いたらするとか言って、私怒ったから褒めてくれてんのか、ありがとう。お風呂入ったよ、もうね。だからね、あの、本当は12時から配信して、でも寝ようと思ってたんだけど、ちょっと弟と喋ってたらちょっと話盛り上がっちゃって、こんな時間になってしまいました。弟に、もう寝んのかって、いや配信してから寝るって言ったんだけど、そっから何分喋ったか。うん、ヤマハート、ありがとう、ヤマちゃん。違うよ、思ったことをそのままコメント書いてる。あ、そう、ああ、だからさっきもそう思うことそのまま書いたのね。はいはい、わかった今のセルフツッコミにトゲがあった、バラだけに。はい、次寝てたと思ったら寝てません、寝てないよ。程よくゲームをしてお風呂に入り、髪の毛を整え、はい、出直してきます。はい、出直してきてください。博多の山さん、ハートありがとうございます。ザッチくんのファンレベルが26に上がりました。すげえ、ありがとうございます。いやー、いつもありがとう。こんばんは、見ない顔ね、ルニア、あやか、いや、
アイエンさん、アジサイありがとうございます。博多の山さん、ハートありがとうございます。コメントに圧かけ始めた。いや、圧かけてないよ。お、リラッチ、はい、何ですか、読みました、何ですか。え、でもさ、ちょっとほんまにここさ、ここだけでマジで治らんしさ、めっちゃ跡が残ってしまった。早く治ってほしい。めっちゃ嫌。飲み会帰りですので、そのコメンテーターです。あー、お疲れ様、気をつけて帰るんだよ。なんか、え、そう、前ここになんか大きめのニキビがずっと存在してて、でやっと収束したんだけど、なんかしたものの残ってんだよね、大きめの跡が。まあいずれなくなるとは、もうなくなることは分かってんだけど、早めにちょっといなくなってほしい、せめて来月までには。今はさ、マスクしてるからいいけどさ、やだよもう。なんでさ、鼻におるマジでっていう定期的な愚痴。博多の山さん、ハートとホタルありがとうございます。お、ファンレベルが上がりましたって、おめでとう。時間が解決してくれるといいけどな。でも去年の8月にここにできてて、半年かけてやっと治ったもんね。とね、こいつらはね、しぶといんよ。片源さん、青いだるまありがとう。何、何がもうすぐで1周年なの。山ちゃん、あじさいありがとうございます。もうすぐ1周年。何のニキビが、誰の、私の。お肌を大事にしてますか。お肌はそう、触んないように大事にしてるんだけど、多分生活リズムの問題ですよね、多分。絶対そうだと思います。あの、それ以外考えられません。なので今日は早く寝ようと思いましたが、医者に行ってお薬もらってます。もう何回行ったかね、何回行ってもさ、で病院帰ってもさ、結局さ、同じ薬バッグもらうじゃん。で同じ薬さ、同じ薬だったり同じような薬だったり、あと飲み薬を飲んで、それでも治らない。なぜなら早く寝ないから。どうせヒルドイド、なんだっけ、なんとかゲルみたいな、ペピオゲルとか。ニキビがなかった期間ってある。2019年の11月12月ぐらいまでですかね。それこそ本当にコロナ始まる、はい、コロナだぐらいから多分ストレスもあって、完全に終わりましたね、鼻が。だってね、私ね、毎年1年に1回自分の誕生日の日に手紙を書いてんだけど、ニキビが治らんっていうのを、2020年か2021年にかけての手紙に書いてあって、と思えば今年23になったよね。23の時に書いた手紙もまだニキビが、鼻のニキビが治らんって書いてね。で私は23歳から24歳に向けての手紙にも多分鼻のニキビが治らないって書いたから、だから多分来年が楽しみです。うん。髪に何つけてんの？じゃん。これはなんだ、ヘアトリートメントです。髪は女の命よって舞台中のセリフで言ってるんです。私じゃないけど。
気軽に触れさせたらあかんらしい。でさっき弟にストレートになってるかって確認してもろて、で解いてもらったんよ。うん、いい調子。20年の頭にストレス、うん、なんかストレスは抱えてるつもりないから、多分本当にマジで寝不足。メンバーの頃から応援してました、ありがとう。あやかちゃん、ありがとう。ニピニピというかしら、相性最悪ですって。はーい、本当に誰か早く寝かせて私を。なんか同じ悩みの人いないかな。いないよね。山ちゃん、ダイヤモンドありがとう。アメジストみたいなやつありがとう。なんかさっきすごいヒロヒロって垂れてた、キラキラが。ありがとうございます、綺麗だった、めちゃくちゃ。山ちゃん、アジサイありがとうございます、ありがとうありがとう。大船ふひとさんのファンレベルが上がったっておめでとう。チパチパチ。舞台前またブルーブラックになる。どうしよう、ブルーブラックにするか、透明感のあるなんかさ、昔やったんだよね、あの黒なんだけど重くない黒みたいな。果たして私の髪の毛がマジで多分入りにくいんだろうな、色が。なんかうん、しかし茶色くなりまくってるんでどうにかします。お風呂入ったけど眉は描いたのね。いや眉描いてないんですよ私。だから眉毛はさ、めっちゃちゃんとあるからさ。そうなのよ、だから眉毛がさ、なんだろう、薄い人ってなんかいいなって思う。ああ薄すぎるんじゃなくて、なんだろう、なんか柔らかい印象の人いいなって思う。新陳代謝が活発だとニキビできやすいよね。僕もそうだった。そうなの？そうなんだ。てかさ、もう鼻はやめてほしいんだよね。なんか鼻は本当に。だからといってなんか、それならどこがいいかな。でこの、まだ隠せるか、この前髪さえ切っちゃえば。でも本当に鼻は嫌なんだよ。役柄的に黒なん？そうね、孤児なんですよね役はね。私どうしようかね。考え中。けどビジュアル撮影の時もっと黒かったからさ、ただなんかトリートメントしてるのが茶色になっちゃった。虫もニキビも鼻に群がる。やだよ、虫は私の鼻には来ないでほしいよ。植物の鼻で頼みますぜ。すごいね、こんな時間だけどいっぱい集まってくれてるわ。ありがとう、私のファンの人もありがとう。ありがたいよ。甘色っていうの何？何色それ？こんばんは、初見の人だ、りくさん。はーい、よろしく。どこのファンの方だろう。わーい、バラ、かねさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。嬉しい。バラだ、逆にこの時間だから見れるってこともある。なるほど。
意外と起きてる。でもまあ、でもほら、明日仕事の人もいるっしょ。頑張ってね。月曜から金曜勤務の人だったら、まあ明日花金頑張ってください。何甘色の長いか、なん、え、やばいやばい、甘色が分かんない。甘色で読み方合ってるのかな。後で調べるわ。博多の山さんのファンレベルが10に上がりました。リナッチマニタイが34人になって、ありがとう、ありがとうございます。嬉しい、やったやったね。お、48グループ箱推しのものです。だって、ありがとうございます。もう48は卒業してますが、どうぞ仲良くしてください。お願いします。もう私はずっとニキビって呼ぶから。うん、早く寝なきゃね。ん？世代が違うから歌知らないのか。知らない。何？髪の乙女。分からん、わからんわ、ごめん。姉さん、ホタルと、ホタルありがとう。ホタルピカピカ光ってた。わー、山ちゃん、アジサイありがとうございます。ありがとう。あ、リクさんフォローしてくれた。ありがとう、また来てください。どうもどうも。甘い色の髪の乙女という歌があります。嬉しいが、その歌知ってる。だって、調べるわ、後で。甘色。甘色で、甘でいいんだよね、読み方。ね。いやー、みんな、ほんとよく知ってるよ。私はさ、なんか、ほんと知らん言葉がさ、多すぎてさ。台本を見て初めて知る言葉とか結構あるわ。うん、え、この漢字こうやって読むんだみたいな。うん、オリジナルとカバー曲両方ヒットした曲だって。若者ぶりたくなくていいよ、いいよ、いいじゃない、十分さ、知ってる方がいいじゃん。でも甘い色がどんな色かは知らない。え、じゃあみんなで後で調べようぜ、甘い色が何色か。ここに台本がある、台本を読みまくっている。うん、言い方一つでマジで変わるからな。うん、おもろい、これめっちゃめちゃくちゃなんか考え答え何なんていうのめちゃくちゃ考えるから面白い、これ。簡単なものじゃない、簡単な台本じゃない。いや、簡単な台本があるかないかって言われたらないんだけど、なんか今までとなんか違うむずさがある、あるな。こんばんは、間に合いました。あと 4,5 分で終わります。いや、普通に賢く、そう、漢字がね、いや、人と同じぐらいに読めるはずなんだけど、なんかわかんないけど、意外と喋ってるとか、そのファンの人からのコメントを見ると、あれ読めないみたいな感じが多い、不思議と。うん、アマをなんて読むの、なになに、
雨を紡いだ糸のよう色のような黄色がかった薄茶色だそうな。じゃあ少なくともこの色ではないってことね。後で調べろう。調べようじゃないか。うん。ああ、漫画好きな人は結構漢字読める印象。ああ、そっか。私漫画見ないんだよね。アニメも見ないしね。本も読まないしね。ああ、それだ。そっかそっか。お客さんが見ては分かる、しっかり分かる話だと思う。ただ、その、私の役と周りの人との雰囲気とか、風子ちゃんはなぜ風子ちゃんなのかとか、そういうのをどうしようかなって楽しんでるの。なのでよろしくお願いします。来てくれる人は楽しみにしててあー、漢字書けるけど、あー、漢字読めるけど書けなくなってきた。わかる。ほんと書けない。私も書けない。じゃあそろそろランキングを読もうかな。いきます13位、徳さん。12位、大政。11位、ひとよくん。10位、わっきーさん。9位、かたげんさん。8位、マスオくん。7位、博多の山さん。6位、ザッチくん。5位、バタヤンさん。4位、マッキーさん。3位、カネシャン。2位、山ちゃん。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。いや、こちらこそ。頑張ってください。皆さんお仕事。私は引き続き体調管理しっかりして、これから暑くなりますから、この子頑張ります。風子ちゃん頑張ります。舞台の役を演じる葛藤とか、配信で見て実際に見る舞台はより楽しい。その言葉待ってた。好き。やった。なんか話の内容は頑張って喋んないようにするけど、なんか聞きたいことあったらいつでも言ってください。しばらくは私のことを風子って呼んでください風子です風の子と書いて風子ちゃんです。なんで風の子風子だと思う？それは見に来てのお楽しみじゃあ皆様おやすみなさい。それではまた明日。おやふー。